腹ペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは三方ヶ原、選択大名は武田、第10回を始めさせていただきます。前回は再度徳川に攻め込み、威風宇宙の規模で合戦し、勝利で飾ったところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。これでどう ?8 部隊、8部隊なのか、素晴らしい。これはで3万6000対3万3000、ほぼほぼ同数の戦いですね。やっていきましょう。さあこれで倒すことができれば浜松城ダッシュも見えてきますね。信玄、信玄、突撃、突撃、突撃しない、なぜだ。で軒口破壊成功と、いやーこれで優勢勝利ですね。でこれで威風中発生、よし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 、1万3000減ったなー。まあ相手が相手だからな、忠勝のトンボ斬りだけで2000食らいましたからね。まあ正確には1850ほどですけどね。いやー減らされた。しかも馬場隊を壊滅まで追い込まれましたからね。よし、吉田城も行ったんじゃないかこれは。よし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 、なんとこれはチャンス、浜松城攻めのチャンス。どうかご命令を、城を奪ってみせます。浜松城攻めのチャンス、城を取りに行きます。とりあえず3部隊で向かいましょう。これは攻城戦なしで浜松を落とすチャンスだぞ。兵をいかに動かすか。で岡崎城に向かいましょう。城を攻める。あ、統治範囲外なのか高遠城だと。ちょっとこれ東海道を手に入れたらまた高遠から今度は岩村かな。とりあえずちょっと移転すること考えないとダメですね。今後まあ、岡崎とかでもいいのか、浜松でもいいのかな。とりあえず移転しましょう。ということでお金が必要だ。お、2000、結構増えてきた。ちょっとしばらく政策はできないですね。ただ織田を動かすわけにいかないので、またいいところに防衛拠点を作ってるな。これいいところ防衛拠点作ってるな、亀山とか。次攻め込むの、そしたらアノツしかないじゃないか我ら。いやーこんな攻城戦のいいところ作ってるよ本当に。次アノツやって、でまた半分以下の兵力になったところを叩くっていうところですかね。いやーうまいところ作ったなー。そしたら木曽福島から安城城、岩村から安城城、金山から安城城、そして鳴海から安城城。この4部隊でいけば絶対勝てるでしょう。であとは岡崎城だな。一気に徳川滅ぼしますよ。浜松、浜松を落としたいが、よし包囲中。ここは包囲でいいですね。で浜松は4000耐久か。あとは神原、岩殿からも出しとくか。到着するまで時間かかりますしね。ちょっと浜松は多分長期戦になるはずだからな。うん、浜松は長期戦覚悟ですね。強行するとどれぐらいダメージ入る？ 1 しか減らないぞ。
いい。これだったら方位で十分だろう。城攻めを始めるぞ。ああ、なるほどね。方位だと10しか減ってくれないか。4300あるのに10しか減らないとなると430日、一体何ヶ月包囲すればいいんだ。強行でいくか。広方と知恵比べいたそうか。勝頼と正行で強行していきましょう。そしたら高坂正信で浜松城。でもあんまり浜松城今やっても意味ないんだよな。まあいいでしょう、仕方がない。お、士官受け入れていきましょう。思いつきましたぞ。で7あるので登用していきましょう。労力は7もありますからね。流し農場米問屋1個立っとこう今のうちに。お任せくだされ。この戦いが終わったら城主任命していけばいいですね。精神性お使いします。これより馬術持ちがいないな本当に。信玄、信玄ちょっと浜松攻めに向かわせよう。あと山形正景も浜松攻めに向かわせましょう。勝頼の兵力が100ずつ減ってる。で米問屋吉田城も立てていきましょう。やり遂げてみせましょう。で軍開発、これで高遠城の発展は最大になったと。次の移転先困るな。できれば辻ヶ崎は範囲に入ってほしいところだからな。まあ過労に任せるしかないのか。まあ、とりあえず徳川を滅ぼした後だな。岩村城かな次の移転先は。信玄がなるべくね前線に近い方が使いやすいんですよね。岩村城だな。兵力も5600とそこそこ最初から多いですからね。で制作は2200しかないからできないな。で伝馬瀬、いやーようやく兵糧が増えてきたのに。で甲州ハット次第が207日、結構かかるな。まだまだ本当は小仁田大敗部もやりたいんですけどね。安城城はあまり心配しなくてよさそうだな。勝頼だな問題は。うん、もう勝頼減らし騎乗させましょう。で元服を迎えたと。山村さん、無念にございます。ちょっと待って、菊姫が落ちたか。しまったな、ちゃんと見てあげないと。神原城から向かわせるから、向かわせるか。全然減ってないもんな浜松。あでも一線は落としてくれたか。いやまだ周囲に部隊がいるからもうちょっと待っていきましょうね。高坂正信回避しましょう。いや占領スピードが速くなるから浜松行きまでちょっと音もしてもらおう。援国投与やっていきましょう。2万切ってしまったな。移転を考えてるからあんまり火を使いたくない。マジか。いや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 、それはいいって。
敵軍退けたぞ。安城城手に入りました。登場していきましょう。お使いできません。では全開放です。噂に聞くより寛大な方ですね。思った以上に早く減っちゃったな。もう帰還していいよ。これ向上線になる。深くだな。でも盾のマークは出てないから向上線にはならないか。この城は我らが落とす。高坂正信が20日なので騎乗させましょう。お指図を頂戴して、強行していきましょう。真田正幸騎乗させましょう。少し工夫を加えますかな。で雪高は方位に切り替えましょう。で岩村城からまた再度岡崎城に出撃です。よし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 、甲状腺しないでなんとか落としたい。方位に切り替えましょう。この2部隊もなちょっと厳しいかな。カンバラ城を出していきましょう。この時のためにカンバラと駿府取っといたからね。名古屋城を使う、金山城をまた作る、使うか。金山城は135日十分ですね。岡崎城を向かわせましょう。あと犬山も、犬山と名古屋使っていいかな。お礼を願います。出陣する。あと名古屋、織田動かないでしょこれぐらいであれば。城攻めを。方位だと42減らしてますね。このまま方位で行っても3000出てきたら雪高がやられるからな。はい、431の岡部さんは撤退です。早々に戻るぞ。で信豊を強行と。これは駿府も向かった方がいいな。浜松城から出しましょう。浜松城へ出しましょう。あと出さなきゃいけない部隊としては木曽福島秋山さん、浜松城に向かわせましょう。で武田勝頼も出していきましょう。ここぞとばかりね。ここはちょっと全軍を出す出しどころですからね。いいよ。信玄たちが到着して強行に加わっている。次の手は何ぞ。これで80いけるんじゃない。兵どもよ、陣を構えよ。ということは出撃してきたということか。2600、これ強行状態になってるよね。強行じゃない、強撃状態。よし、雪高帰りましょう。野戦となる、陣を構えよ。長篠で米問屋が立ちました。吉田は米問屋立ててますね。そしたら、お、鋳造所疲れる。これは作っておきましょう。お金、賜りも。で、あと考え水路立てればいいかな。寝返り士官。お耳を拝借。まあ、勝手に、もう仲間に。あ、でも、お金も労力もかからないんだったら寝返らせましょう。士官。聞いてください。お、あ、小山田さん引き受けていきましょう。小山田さん確か馬術持ちだったはずだ。分かってる分かってる。上州任命するのね。分かってる分かってる。
よし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 、馬術持ちいいですね。小山田重松さん、すぐに代官に任じてきましょう。休憩に励みます。いいな、お虎。あ、混乱持ちなのいいですね。武勇上がってないか、こんなにあるんだ。いいな、お虎、いいですね。仲間になってもらいましょう。吉田城の米問屋が立ちました。これにあり。でこちらで考え水路ですね、立てていきましょう。竹中さんも優秀だよな。ちょっと代官の変更を考えた方がいいですね。お任せくだされ。でこちら方位、うん、これはもう確実に落ちますね。では進めていきましょう。よし、合戦できますね。次の手は何ぞ。まあ、合戦するまでもない気もしますが、兵糧が少ないから合戦はしていきましょうかね。次の手は皆さんに見てもらうまでもないですけどね、ここはね、5部隊1部隊で、しかも兵力も全然上ですからね。では進めていきましょう。はい、壊滅です。まあ当たり前っちゃ当たり前ですね。はい、全部大撃破。327しか減らなかったですね。さてさて、これでもう終わりですね。岡崎城がもうすぐで落ちると、で浜松城ももう落ちると。城は頂戴した。よし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 、投与していきましょう。お断りいたす。では全開放です。礼を申し上げる。もちろん帰還してください。集落荒廃、こちらは対処していきましょう。菅沼さんも優秀だよね。あー、優秀な人が多いな。だんだん優秀な人が多くなってきた。慎んで受けたまわります。寝返りしか。お聞き入れくだされ。受け入れていきましょう。お聞き入れくだされ。要案があります。おお、焼き打ちね。ちょっと待てよ。さっきまで防衛拠点だったのが剥がれてるな。織田も結構まずくなってきたってところか。確か織田の外交関係が松永、松永家ですね。松永が織田に侵入してるってことですね。よし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 。兵を騎乗ですね。で、この部隊は当然騎乗させないので念のため設定していきましょう。投与していきましょう。お使いいたします。本田忠勝とか馬術持ちじゃないのかな。本田忠勝馬術持ちだったらすごいいいんだけどな。はい、岡崎城も陥落。これにて徳川家滅亡と。よし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 、よーし、家康仲間になりました。お断りいたす。あー、信康ダメか。いやー、この辺りが織田家に加わったらまずいので初段です。俺も将としての定めか。そしたら全部隊騎乗と。で、あとは移転先をどうするかですね。いかがだったでしょうか。ついに目の上のたんこぶであった徳川家を滅ぼすことに成功した我ら武田騎馬軍。そして本拠地移転や次回の進行を見据え、今後の戦略を練っていかなければなりません。まあ、まだすぐ本拠地移転しなくても、どうかなっていったところですかね。はい、それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。